アクシスは鳥取駅前に本社がある IT 企業。太陽光発電所の監視や電力の見える化システムの開発、ホームページの制作などをしています。またネットスーパーやフードデリバリーの配達サービスのほか、フードロス削減、子ども食堂の支援を目的とした SDGs 活動にも力を入れています。さらに自分でゲームやアニメーションの仕組みを考えて作ることができる小学生向けプログラミングスクールも開催しています。プログラミングが好きだからです。家でプログラミングとかをやっていて、それが楽しいのでここでもやってみたいなと思ったから。今回未来キッズが体験するのは、子ども向けのプログラミングソフトを使って音感センサ、距離センサなどを制御し、扇風機を条件に合わせて動かすシステム作り。もし何々なら何々でなければといった定義付けブロックを組み上げることでプログラミングができるソフトなので、扇風機を動かすことは比較的簡単なんですが。さてみんなに問題です。気温が30より高くて明るさが150より明るい時だけ100の強さで扇風機が回るというのを作ってください。できるかな条件が増えると当然プログラミングも複雑に。使う人のことを考え、一つずつ丁寧にプログラミングする、それもシステム開発では重要なんですね。なんかセンサーがうまく動いてくれなくて、あんまり動かなかったから難しかったです。周りの人に助けてもらってできて嬉しかったです。ここからはチームに分かれてお客さんからの要望を想定し、それぞれオリジナルの扇風機を作ります。今回の要望は、友達が3人いるんですけど夏は暑いものでそれぞれに扇風機をプレゼントしたいんですって。 A さんのための扇風機は暑い夜にだけ動く扇風機です。プログラミングの設計図となるフローチャートに沿って、それぞれの条件を満たす扇風機作り開始です。扇風機のプログラミングは合ってるのに回らないところとかが難しい。実はフローチャートにはちょっとした仕掛けがしてあるんです。設計図自体にバグを仕込んであるっていうところで、まあ、実際のプログラミングっていうところでも設計の時点で間違っていると、まあ、すごく戻りが発生してしまうっていうのがあるんですね。でそれをちょっと今回体験してもらっている形になります。一つのミスでもシステムがスムーズに動かない原因になってしまうんですね。設計図のトラップを見つけ出し、みんなで協力しながら修正していきます。暑くて明るい時は回ったね。そしたらじゃあ今度は暗くなったら、暗くなったのかな、はいはい、止まりますね。いいんじゃない、 OK、 はい、できました。じゃあみんな戻って、最後はみんなで完成した扇風機を発表してアクシスでの体験は終了。どうすればできるのかっていうことだったり、こういう風になったらいいのになっていうのを考えるということは、まあ、どの職業でも絶対的に重要になることなので、今回の体験を思い返して粘り強く自分のやりたいことだったり、こうしたいっていう思いを実現していってもらえたら嬉しいなと思います。設計図を見て作るところが難しかったです。今日は扇風機を動かしたけど、ロボットを動かすとかそういう体験がしてみたいです。学校ではいつも一人でしていたので、いつも完成していた喜びとはまたちょっと違う完成の喜びだったので、ちょっとそれは嬉しかったです。お客様に対して、そのお客様がこうしてほしいな、ああしてほしいなとかに対して寄り添って、お客様のことも考えて仲間と協力して作っているいい会社だなと思いました。様々な課題、問題解決をして生活を快適に、そして豊かにするために、仲間と知恵を出し合いシステムを開発する、それがアクシスのお仕事なんですね。